代理ミュンヒハウゼン症候群とは、ミュンヒハウゼン症候群の一形態であって、障害の対象が自分自身ではなく何か代理のものであるような精神疾患である。ミュンヒハウゼン男爵の切手多くの場合、障害対象は自らの子や要介護者であるため、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐役と同列に挙げられる。しかしながら、障害行為自体は、 患者の目的ではなく手段として障害行為に及び自分に周囲の関心を引き寄せることで自らの精神的満足を他者から得ようとしているものである。子が患者の障害の対象である症例では患者は障害を目的として行っているわけではないとはいえ行為が反復、継続し重篤な障害を負わされる危険がある。ミュンヒハウゼン症候群と 同じく周囲の関心を自分に引き寄せるために、怪我や病気を別増する症例だが、その傷つける対象が、自分自身ではなく身近なものに代理させるケースを、MSBP という。症例は子を持つ母親に多く見られ、その傷つける対象の多くは、自分の子であり、子に対する親心の操作であったり、懸命、または、 受け投げな子育てを演じて他人に見せることによって、周囲の同情を引き、自己満足することも挙げられる。アメリカでは、年間600から1000件近くの MSBP 症例があると言われ、その数は近年増加傾向にあるという。また、シュライアー博士によれば、この MSBP 患者の約25%が、以前にミュンヒハウゼン症候群を患っていたことが知られていると指摘する。 1996年、オハイオ州で、フロリダ州の母親が、児童虐待の容疑で逮捕された。難病と戦う8歳の少女と、けなげな母親として、しばしばマスメディアに登場していたが、実は、娘に毒物を飲ませたり、バクテリアを点滴のチューブに入れたりしていた。その少女、ジュリー・グレゴリーは、200回の入院、40回以上の手術を受けて、 内臓の一部を摘出されていた。逮捕後、母親には判決が下り、出所後も女児に接近禁止令が下され、手紙のやり取りだけであっていない。女児は、この一連の出来事を書いた書籍を発表し、大理ンヒハウゼン症候群から子供たちを守るためのライターとなった。1970年代から1980年代にかけて、 テキサス州の巡看護師であるジェニー・イン・ジョーンズは、自身が担当する乳幼児60人余りを殺害した疑いがあるが、その背景には大理ミュンヒハウゼン症候群があった、可能性も指摘されている。2015年、重度の体及び知的障害、様々な慢性疾患を持つ、娘の母親である DD ・ブランチャードが、自宅で視察されているのが発見された。娘の姿も消えており、 誘拐の可能性も考えられたが、捜査の末に、娘と彼女の恋人が母親を殺害した犯人として逮捕された。娘は、母親から虐待を受けており、健康体であるにもかかわらず、障害者活重病人のふりをすることを、幼少の頃から強制されていた。母親は、大ミュンヒハウゼン症候群の可能性が疑われた。イギリスでもメディアに同様に取り上げられていた。 母親によって虐待を行われていた事例があり、加害者である母親は検査日の前日に糖分を多量に取らせ糖尿病であると誤診させるなどした。母親は3年3ヶ月の刑に処された。日本の厚生労働省の平成20年度の統計によれば、日本では2008年4月から2009年3月までの間に真珠以外で、 逆待死した児童67人中4.5%にあたる3人が MSBB により死亡している。1998年、福岡県古米市で1歳半の女児が20代、前半の母親から抗転肝剤を飲まされた。嘔吐や下痢、痙攣などの症状で入院するが1週間ほどで回復し退院。ところが1ヶ月後に救急車で病院に運び込まれた。 女児は意識障害を起こしていて揺さぶっても目を開けず、発作が起きるという母親の訴えで、抗転管剤を少量投与すると、いきなり血中濃度が高まり、中毒状態に陥った。同じ薬を大量に飲まされていた可能性が高かった。病院が調べると、母親が自分の神経痛で、2つの病院からその薬を処方されていたことが判明。女児は他に、 水をついたち2リットル以上も飲まされていて、水中毒による低ナトリウム血症を起こしていた。担当の医師は、うちの子、難しい病気なんでしょうと繰り返し聞いてくる。よくいる、心配性なお母さんという感じだった。ジニは母親を疑ってみる姿勢がないと、不必要に採血したり、子供を傷つけてしまうと反省したと述べた。2008年12月、 京都大学医学部付属病院の病室内で当時1歳の五女につながった点滴に注射器で腐敗した飲み物を混入させて殺害しようとしたとして母親が殺人未遂容疑で逮捕された。五女は11月に岐阜県内の病院を受診後京都大学に転院した。検査の結果通常は検出されない4種の細菌が血液中から 有機化合物のような物質が尿から検出され、病院側は病室内の録画を開始した。そこに母親の不審な挙動が映っており、逮捕へ至った。捜査が進み3女、4女にも同様のことをしたとして、再逮捕されるも、殺意や死亡との因果関係がはっきりせず、障害と障害致死で起訴された。精神科運転の結果本記事の疾患であると、 診断され、懲役10年の判決が下った。イクターや、乳児60人前後を殺害か、死の天使、と呼ばれた、看護師、別事件で起訴。ハフポスト日本版、2018年4月16日へ閲覧。乳児殺した、看護師を別事件で、起訴、60人前後殺害の疑いも米国。フランス通信社、2018年4月16日へ閲覧。 ビマイオ、ヴィンセント、フランセル、ロン、死体は嘘をつかない全米トップケンシーが語るしと、真実蔓延巻き分け、東京草原社、新宿区、2018年1月31日、初版、191から192ページ。ISBN 978から4から488003869。マザー・フーメット・ロイヤリティ・セレブリティーズ・アフター。 プリテンディングサンワズ・イル・ジェイルド。テレグラフ・メディア、2016年4月25日閲覧。厚生労働省子供虐待による死亡事例等の検証結果等について、治療1死亡事例集計結果、新しい児童虐待母親に潜む、大イミュンヒハウゼン症候群我が子に毒を盛り、病気に仕立てる、週刊朝日母親、天敵に異物4回混入か1歳児、 殺人未遂事件2008年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年3月30日閲覧天敵異物混入事件ことバンク2016年3月30日閲覧代理ミュンヒハウゼン症候群障害致死で懲役10年週刊金曜日ニュース2016年3月30日閲覧ありがとうございます